ここだけの話、LINE ペイはとんでもない毎日 LINE を開くなら半端な高得でぶっちぎり便利な LINE ペイ一択便利すぎる、得すぎる、LINE ペイようこそお越しくださいました LINE ペイアンバサダー、今田美穂さんです今田美穂です、よろしくお願いいたします よろししくお願いいたしますまずはアンバサダーに選んでいただいたということを聞いたときに本当に嬉しかったですそしてあのせっかくアンバサダーに選んでいただいたので l i n e イをアピールできるように頑張りたいいなと思います福岡出身という話もあったんですが、はい、博多弁で、はい、この同世代のお友達に l i n e イを進めるとなると、はい、どんな言葉になるんですかね、はい、博多弁ででそうですね ラインペイめっちゃいいけん使ってみてね。<laughs> もう一回行ってみます。<laughs> ラインペイめっちゃいいけん使ってみてね。今田さんは私たちとは違います。アンバサダーですから。はい、やっぱりこのラインペイ使いこなしていないといけないなという感じがするんですが。いち早く今日はこのアプリ、この場でご体験いただく企画ご用意させていただきました。この場でですか。この場でですね、えー。嬉しいです。<laughs> ありがとうございます <laughs> 実際にスマートフォンをお渡しいたしますので実際に QR コードを読み取っていただくところからやっていただきますさあスマホをお持ちいただきました今お手元の画面がちょうど今スクリーンに映し出されていますので皆さんにもあちょっと会場の皆さんがね <laughs> 映ってますけれどもあの実際に皆さんに見ていただきたいと思いますま <laughs> ちょっと向けていただくとはいありがとうございますすぐ出てきたもうこれタップしていただくだけで コーヒーの購入が完了になりますえ、これだけですかはい早いえ、押して押していてはい、大丈夫ですよするとえ、え、かわい,い、ね、はい、もうこれで今決済が完了ということでなんかもうあっという間すぎてえ、もうこれでっていうぐらい ななななんんかかか払ったのわかからないぐらいいぐそうなんですよ、はい、もう簡単に誰でも使いこなしていただけますのですご,、うん、すごくこれ便利に使っていただけるんじゃないかなと思います私結構コンビニに行くのでコンビニでピッてしてもらいますもうピッて使ってらっしゃいますかポケットに入れとけば携帯入れとけば大丈夫っていうのではい本当に簡単だと思いますやっぱりこんだけあのお得なので せっかくならちょっとあのコンビニよりも高いものを買いたいなと思うのであの家電製品とかがいい奮発して買いたい家電製品あったりするんですか、具体的にちょっとそれはこれから考えようかなと思ってるんですけど春ですすし何か買いたいたなと思ってます今田さんが残りわずかとなった平成、その平成最後に挑戦したいこと。さらには 新言語令和になって挑戦したいことを事前にフリップに書いていただきましたので、はい、発表していただきましょう、はい、平成最後に挑戦したいことフリップオープンはいこちらです「l i n e イを使いこなせるようになる」<laughs> かわいらしい字で書いていただきましたけれども、はい、もうあと2週間しかないのでとにかく2週間毎日 l i n e イを使ってあの誰よりも使いこなせるようになろうと思いまして。 令和、はい、になって挑戦したいことは何なんでしょうか、うん、フリップオープン、こちらです、LINEPay、はい、のスペシャリストになるです、<laughs> もうすべて l i n e ペ a 縛りで考えてくださったんですね、ありがとうございます <laughs> スペシャリストって、なんかすごいですね、はい、もう、うん、絶対誰にも負けないあの、一番のスペシャリストになりたいです。 ラインペイアンバサダー、今田美桜さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ではどうぞ一旦ご講談いただきます。ありがとうございました。